ロベルト・カルビ、ロベルト・カルビ、1920年4月13日1982年6月17日、遺体発見日はイタリアの銀行家、バチカンの資金管理を行う銀行であったアンブロシアーの銀行の頭取りであったことから、教皇の銀行家と呼ばれていた。イタリアのミラノ生まれ、イタリアを代表する大学の一つとして知られる。 ミラの大学卒業後の1947年に、イタリアの国立銀行の一つである、バンカナツヨナアレデルラボーロの子会社で、バチカン銀行、正式名称は、宗教事業協会、インスティートートパールオペレ、DI、リリジャニー、R の資金管理を行うイタリアのアンブロシアの銀行に入行した。その後は、校内で順調に出世の階段を上がり、 1971年には、投資部門の責任者になり、バミューダやパナマなどでのオフショア取引を進めるなど、積極的な事業展開を進めた。また、1969年には、ネオファシストの極右政党である、マシンや CIA と深い関係を持っていたリーチを、ジェッリが代表を務めるフリーメイソンのロッジピーに、プロッポガンドデュの会員となり、ジェッリを通じて、 バチカン銀行の財政顧問も務めた弁護士で自らが経営するミラノのプライベートバンクを通じてマフィアのマネーロンダリングを行っていた未経振動なとの関係を結んだ。なお振動なは第二次世界大戦後からラッキールチアーノやジョーアドニス、ビトジェノベーゼラのアメリカのイタリア系マフィアやサルバトーレリーナなどのシシリア系マフィアなどの マネーロンダリングを手掛けていたことで知られていたほか、これらの裏世界の人間だけではなく、バチカン銀行総裁で、アメリカのシカゴ出身のポール・マルチンクス大司教や、さらにマルチンクス・ヒロツカサ教と実婚の中で、マフィアと関係の深かったジョン・カイ・ケネディとも親しく、さらにリチャード・ニクソン政権の財務長官を務めた、銀行家のデビッド・エム・ケネディなどの、表の人物とも深い関係にあった。また、 マルチンクス大司教もアメリカ在住時からロッジピーニのメンバーのマフィア関係者との深い関係が噂されていたほか、1978年8月の法王就任時にバチカン銀行の改革、マルチンクス大司教の追放とアンブロシアーの銀行との関係見直しを含むを表明していたものの、就任後わずか33日で救制したヨハネ・パウロ一世の 暗殺にも関与してたと噂されていた。その後は、振動なと共に、マルチンクス大司教の庇護のもと、バチカン銀行を経由して、マフィア絡みのマネーロンダリングと不正融資を率先して行い、1975年には、アンブロシアーの銀行の頭取に就任した。しかし、1974年に、振動ナが経営していた、プライベートバンクが、 三億アメリカドルを超える負債を抱え経営が悪化したことや、同じく、振動名が経営権を持っていたアメリカのフランクリ、ナショナルバンクも同時に経営状況が悪化したことを受けて、イタリアの財政局が振動名に対し、横領罪での調査を進めた。振動名は、逮捕を逃れるべくアメリカへ逃亡したものの、1976年にニューヨークで逮捕され23件に上る。 応領罪で起訴された。なおカルビは、振動ナが逮捕された際に、約50万アメリカドルの保釈金を支払うように、振動ナから依頼されたが、これをカタクナに無視し続けたため、このことに激怒した振動ナが、イタリアやアメリカのマスコミに対して、カルビの犯行を暴露するなど関係が悪化した。振動ナは3年間イタリアで服役した後に、釈放されたが、 1979年10月にニューヨークで誘拐事件の自作自演を行った末に再び逮捕された。このような状況下に置かれたものの、ヨハネ・パウロ一世を継いで1978年10月に第264代ローマ教皇となったヨハネ・パウロ二世が休止した前任者と打って変わってバチカン銀行の改革に熱心でなったこともあり、その後もカルビは マルチンクス大司教の庇護の元バチカン銀行を経由したマフィア絡みのマネーロンダリングと不正融資を続けた。しかしその後、アンブロシアーの銀行を経由した不明朗な資金の流れはイタリア政府関係者やイタリアをはじめとする各国のマスコミの疑念を呼ぶこととなり、1981年から1982年にかけてイタリア中央銀行による 大規模な査察を受けた結果、およそ10から15億アメリカドルに上る首都不明金を抱えていたことが明らかになり、1982年5月に破綻した。なおカルビは、アンブロシアーの銀行の破綻とそれに伴う、イタリア議会の工場会への招聘の直前に、何者かの助力を受けて偽造パスポートを使い、イタリア国外に逃亡していた。その後、国手配され、 各国の当局やマスコミから身柄を追われていたカルビが1982年6月17日の未明にイギリスの首都ロンドンのテムズ川に架か,かるブラックフライヤーズ橋の下で首吊り死体の姿で発見されたため当事者のバチカンとイタリア、イギリスの各政府のみならず全世界を揺るがす大騒動となった。 カルビの死体が発見された当時は単なる自殺であるということで片付けられたものの、ロンドンの中央に位置するブラックフライヤーズ橋にまるで見せしめのように死体が吊るされていたこと、死体の位置が自ら首を吊ったとするには無理がある状況であったり、なぜか衣服のポケットに別の場所で入れられたと見られる小石やレンガが入って、 イタリアと死体の状況が単なる自殺とはあまりにもかけ離れた状況であることから、その後遺族らによって再捜査を依頼されたスコットランドヤード、ロンドン死刑が再捜査を開始し、最終的に1992年に他殺と判断された。また、イタリア警察当局も2003年7月にカルビの遺族の依頼により、遺体を掘り起こし再鑑定した結果、 他殺され発見現場に運ばれたとの判断を下しており、現在はイギリスのみならず、イタリアでも他殺されたとの認識が一般的である。なお、カルビの墓には死去した場所として、ロンドンと書かれている。アンブロシアーの銀行破綻とそれに続くカルビ暗殺事件には、マルチンクス大死去をはじめとするバチカン関係者や、 イタリア政財界のみならず、ロッジピーニの実利代表やマフィア関係者、ユダヤ系金融家で大富豪のジェームズ・ゴールド・スミス。果ては、事件当時のローマ教皇であったヨハネ・パウロー2世と、共に、出身国であるポーランドの反体制、イコール反共産主義政府組織である、帯を、資金援助していた CIA に至るまで、様々な組織の関与が噂された。なお、 暗殺の直接的な理由として、アンブロシアーの銀行破綻と、その主因である、マネーロンダリングや不正融資における、中心人物であったカルビの口封じや、アンブロシアーの銀行破綻により、多額の資金を失うことになったマフィアや、イタリア政界上総部による復讐など多くの理由が、噂された。事件に先立つ1981年3月に、 アンブロシアーの銀行の首都不明金に対する関与や、1980年に起きたボローニャ駅爆破テロ事件を含む複数の極右テロへの関与などの容疑で、イタリア当局に逮捕状がされていたロッジ P2 のジッリ代表のナポリの別宅を、イタリア警察が捜索した際に、ロッジ P2 に第二次世界大戦後の王政廃止により、亡命生活を余儀なくされていたビットオリオ・エネディ、 サボヤモとイタリア王国王大使をはじめ30人の現役将軍、38人の現役国会議員、4人の現役閣僚、さらには情報部員アにイタリア首相となるシルビオベルルスコーニやカビ、シンドーナなどの実業家、大学教授など932人のメンバーがいることがジェッリ代表が持っていたリストから確認された。 1978年以降は、フリーメイソンのロッジとしての認証を取り消され、認証されないロッジとなっていた上に、上記のような極右テロを含む、数々の罪状で、イタリア当局から逮捕状が出されていた、エッィ代表が率いるロッジ P2 に、多数の政財界の大物や、元大使までがメンバーとなっていたことは、大きな批判を呼び、P2 事件と呼ばれ、イタリア政財界を揺るがす。 大スキャンダルとな。これらの事態を受けフリーメイソンは他のロッジに所属しつつロッジピーニのメンバーとして活動していたすべてのメンバーをフリーメイソンの名を語った上でフリーメイソンにふさわしくない活動を行ったとして1981年10月31日に正式に破門した。また同年十二月十四日にはアレッサンドロッペルティー大統領がロッジピーニを 犯罪組織と指名、議会に調査委員会が発足した。ジェッリー代表は当局の捜査が入る前に逮捕を逃れるためにスイスに逃亡していたが、1982年にジュネーブで逮捕され、上記の容疑に合わせ、1970年代にトスカーナで発生した25件の局手に対する資金的援助の容疑で、イタリアとスイスの裁判所から、 有罪判決を受け服役した。しかし、その後数回にわたり、脱獄と逮捕を繰り返した。なおこれらの一連の脱獄には、ジェッリ代表と親しかったジュリオ・アンドレオッティ首相を含むイタリア政界関係者やマフィアの関与があったと見られている。なおジェッリ代表は、第二次世界大戦前のベニート・ムッソリーニ政権時代には、ファシスト党の黒シャツ隊のメンバーとして知られ、 第二次世界大戦終戦後には、ドイツの先犯のアルゼンチア・ブラジルなどの南アメリカ諸国への逃亡補助を行ったほか、冷戦下においても、極右政党でネオファシスト党として知られるマジーの党員や、イタリアにおける共産主義勢力の浸透を抑えるべく本していた CIA の協力者となっていた。さらに、アルゼンチンのファンペロン大統領とも親しく、 汚い戦争真っただ中のアルゼンチンの中イタリア大使館の経済顧問となっていたことも明らかなっている。事件当時のジョバンニスパドリーに政権の2位のアンドレアッタ財務大臣はアンブロシアーの銀行の破綻の責任を追求するために徹底的な調査を行おうとしたもののマフィアとの関係が噂されたイタリア政界の実力者のアミントレ・ファンファーニゲン首相。 1982年12月にスパドリーに政権を継いで再度首相となるからの抵抗にあいそのままもなく失脚しファンファーニが政界中枢から姿を消す1990年代中半までイタリア政界の中枢から距離を置くことを余儀なくされたまたカルビが暗殺された翌年の1983年にはアンブロシアの銀行の破綻の責任者であるとして バチカン銀行の総裁であったマルチンクス大司教に対してイタリア検察から逮捕状が出がその後バチカンという外国籍のマルチンクス広カサ教に対する逮捕状は無効とされその後もマルチンクス広カサ教に捜査の手は及ぶことなくヨハネ・パウロ二世の事実上の非語化で1989までバチカン銀行の総裁を務めたカルビノ 暗殺前の1979年には、バチカン銀行とアンブロシアーの銀行の関係と、その投資内容を調査していたイタリア警察の金融犯罪担当調査官のジョルジョ・アンブロゾーリが自宅前で銃撃で暗殺されているほか、カルビが殺された同月の1982年6月には、アンブロシアーの銀行の歴代東取の秘書を務めていた。 グラチエラ・コロケルも当真自殺したとされる。その後1986年3月21日には、アンブロゾーリ調査官の暗殺をマフィアに依頼したとして、逮捕、投獄されていた、カルビの共犯者でもあったミケーレ・シンドーナが、イタリアの刑務所内で、服毒死したが、他殺が疑われているなど、両校にまつわる不可解な暗殺事件が多発した。 1991年7月にイタリアの司法当局への情報提供者と転向したマフィアの構成員のフランチェスコ・マリーのマンノイアはカルビが殺害された原因はアンブロシアの銀行破綻によりマフィアの資金が失われた報復であり実際にカルビを殺害したのは当時ロンドンにいたマフィアのフランチェスコ・ディカルロであり殺害命令を下したのはマフィアの財政面主に マネーロンダリングに深く関わったことから、マフィアの財務長官と呼ばれたジュセッペ・ピッポ・カロと、ロッジ・ピーニのジッリ元会長であったと暴露した。また、1996年に、上記のディカルロが、イタリアの司法当局の情報提供者へと転向した際には、司法当局の取り調べに対して、自らのカルビ殺害についての関与を否定したが、同時に、カルビ殺害のために、カロが、 自分に接触してきたが、依頼を果たすことはできず、後にカロに電話をした時には、あの件はすでに全部片付いたと述べていたとの証言を行った。翌1997年に、ローマの検察官は、ローマのマフィアの、バンダデッラ・マリアーナのボスの一人のエルネスト、ディオタレビア、ディカルドラと関係が深く、カルビ自身とも死亡する直前に会っていたことが、 複数の証人によって確認されているサルデーニャの実業家のフラビオカルボーに、そして前室のカルがカルビ殺害に関与している可能性が高という結論を出した。その後もイタリアの司法当局による捜査は続き、2005年4月18日に司法当局はカラオとジェッビ、カルボーにディオタレビとカルビのボディガードだったシルバノビットール、ラビトをカルビに対する 殺人罪などでローマ地方裁判所に起訴した。なお、彼らが起訴された日は、事件当時のローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世の死去に伴い、新教皇を選出するためのバチカンの数奇教たちによる非公開の会議、コンクラーベイが開始された日でもあったため、そのタイミングは大きな論理を読んだ。同年10月には裁判が開始され、 その後2007年3月に検察官のルカ、テスカローリは、これら5人の被告に対して、カルビ殺害に関与した容疑で、終身刑を求刑した。なおカロは、1984年12月23日に、フィレンツェとボローニャ間を走る急行列車の爆破テロを、指示したほか、64件の殺人罪と、麻薬密輸罪など136件の犯罪に関与した容疑で、 終身刑四回の判決を受け、1987年より服役していた。しかし、2007年6月6日に、ローマ地方裁判所は五人の被告全員に対して、証拠不十分として無罪判決を下した。この判決内容についてカロは、獄中から、私はカルビを殺害することに、関心は持たなかった。私には、そんな時間もそう思うこともなかった。 仮に、私がカルビの死を望んでいたならば、殺害は、自分の部下達に任せるだろうと思わないか、と述べ、自己防御のための論人を張った。さらに2008年には、カルビの息子のカルロ・カルビが、バチカンの職員の娘のエマヌエーラ・オルランデが1983年6月22日に、誘拐されたものの未解決となっている事件について、オルランデ誘拐事件は、 アンブロシアーの銀行破綻やカルビ暗殺事件へのマフィアの関与についてバチカンが余計な証言を行わないように脅迫するためにマフィアによって起こされたものであるとの見解を表明した。なお、同年6月にはマフィアの大ボスの元愛人がオルランディ誘拐事件の首謀者はマルチンクスヒロツカサ教であるという証言を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。